よし、じゃあまずこっから探していくかな。あ、ここでよかったのか。いつの間にか V の方にフォルネウスより恐ろしい悪魔が住み着いちまったようじゃ。黒い馬に乗った死神のようなあんな奴がいたら落ち着かないの。あ、ここでよかったんだ。あ、なんだ。分院か。はいはい。分院この先だったか。あんたには死がつきまとっている。こいつなんか物知りだよな。分け知りっていうか。よし。セーブも取ったしね。こいつにも話しかけてみっか。パス。今度は魔人だって。勘弁してくれよ。魔人がいるってことは知られてるってことなんだな。上のフロアに魔人が出たって話だぜ。上のフロアか。上のフロアね。よし、行ってみよう。封印ってのはこっちのことか。じゃあこの辺にいるわけか。どこだろう。危険な力を感じるのじゃ。この先の病室に飢餓をもたらす悪魔がおるよじゃ。しかもお主に朝からの因縁がある。病室か。この先の病室行ってみよう。ここか。違うな。あ、ここだ。王国のメラの炎が激しく揺れている。よし。ようやく見つけたぜ。迷った迷った。まったくこの偏僻なところに来やがって。我らはただメノラーを守る。何時がメノラーを欲する限り、我らは何時を倒さねばならぬ。四騎士が一、ブラックライダーが何時が裁き、取り行おう。いざ罪と参られい。よし、こいつはどんな攻撃をやってくるんだ。何時の魂の啓示か。我に計られるとき、死はその身の上に現れよう。あー、レギオン。なんか自殺攻撃やってきそうな感じがするんだな。じゃあやるかな。どうやってやるか。物理の方がいいか。よし、じゃあ物理メインでやっていきます。この間と、さっきと同じようにね。ではだ。よし。なるべく早くタルカジャを前回までつけるか。よし、そうしよう。タルカジャかけまくる方法でね。速攻焼き。あ、メギドラ。ちょっと待って。ぐわー。マジか、おい、マグカスかけてるし。ダメダメ。作戦変更します。参りましたね。では、さすが魔人だわ。メギドラやってきたと思う。よし、じゃあ、四季王子で、デカジャかける。攻撃力を下げるのが、先決ですね。おかげ深くときます。びっくりしたぜ。気合い。うわ、すごい気合いだな。気合いかけてるな。おお、よかった。やっぱり自殺攻撃やったんだな。こいつは厄介だな。すぐに聞いてるか。では攻撃を仕掛ける前にメディラもかけとくか。データよし、じゃあタルカジャを全開までかけよう。よし、やっていくぜ。くらえ。ソウルバランス、なんだこれ。うわ、強っ。やばい、マカジャー。
やばい。これは強いぞ。ちょっとまたクロースになってるな。これは危険だな。ディスクローズ、ディスクローズ。パルバティ、常世の祈り。今、クラジャかけられちゃったんで、デカジャかけておきます。あいつ、ライマン。叫びで攻撃力を減らす。ふぅ。あ、また来た。強っ。あー。ふぅ。はぁ、これは強いっすね。では、どこへの祈り。色鬼王子は、どうしたものかな。ラックアスかけていくか。これは防御力上げといた方がいいわ。スライムは次に回そう。主人公消えかける。アルバティどうするか。よし、次に回す。ラックアジャーかける。防御に徹した方がいいな。よし、次のターンでまた攻撃をかけるぞ。とは言ってもこれがまた、こいつは、うわ、やば、うわ、強い、やばい。気合が かけたのにな。解かれちまったか。気合が解かれた。邪魔しやがったな。よし、じゃあネディラマじゃない方がいいか。ネディラマでいいか。そんなもんだ。よし、十分だな。色王子落下かけて、スライムは次に回すと。主人公で攻撃。よし、ああ、ナイスだ。いいぞ。気合い。パルバティは次に回す。色王子は落下じゃかけて攻撃に備える。スライムは次に回す。はい、主人公で攻撃。よし、効いてる。いいぞ。クラッシュやれ。44。全然平気。よし、いいぞ。よし。では、消えかける。このぐらいのダメージだったら、全然攻撃を再開していいんじゃないか。色鬼王子、落下しかけたか、一応ね。あ、しまった。余分にかけちまった。くらえ。よし、倒した。ふぅ、やったぜ。では、はい、次回ます。色鬼王子、マハンマーを。この辺もパターンだな。あ、ダメだったか。あ、やってこう。仕方ないが。テトロカーンね。まあじゃあ。まだやっちまうだけなんだからね。はい。出番だ。で、やったぞ、一体。はい、じゃあもう一回魔法魔王。ダメか。あ、せっかくだ。やっちゃいな。よし。倒しました。知恵のメノラ。なあ、あんた、この部屋の悪魔を倒してくれて助かったよ。ありがとう。ってお前も悪魔だった。はい。これでね、メノラーが、貴重品を見ると、これね、知恵と理解と慈悲のメノラー、これ集めましたね。3つあったらもういけると思うんですよね。アマラ神海第3カルパに。はい。っていうわけで、次はアマラ神海に、の移動するところから始めようかなと思ってます。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。